この山の頂上に行けば宝が見つかるって話だけど。思ったより険しい山ですね。そうだね、先代はパパッと登れるって書いてたけど、まだまだ頂上は見えませんね。少しペースを上げても。うわぁ、大丈夫？ルリアちゃん。 ありがとうございます。スルンって滑っちゃいました。昨日までの大雨で足場が悪くなってるからね。無理せずゆっくり進もうか。子供の頃、先代に連れられてよく山の中で遊んだっけ。懐かしいな。昨日のことみたいに思い出せる。おやおや、そこの木陰で見てるのはかわいいかわいいクビラちゃん。ごめんなさい、勝手に修行を覗いたりして。真面目だね。こんな山奥までわざわざ一人で追ってきたんだ。ダメだよ、子供はもっと遊ばないと。でも私もっと頑張らないと、イノカミ様みたいになれないから。よーし、今日の修行終わり。お姉さんが山での遊び方を教えてあげる。さあついてきて、これイノカミ命令だから。あの後、池で泳いだり、木登りしたり、かけっこしたり、先代に振り回されたっけ。ヘトヘトになるまで遊んで、そうそう、それでその後は、一瞬人影が見えたよ。誰かに助けられたみたい。あれだけの岩を一体どうやって。とにかくみんな無事で本当に良かったです。